期待の RPG「ファイナルファンタジー15」にスポットを当ててお送りしております電撃プレイステーションプレミアムイベント第3部では豪華ゲストをお呼びしつつ世界基準で考える対策ゲームの存在意義こちらをテーマとしたトークステージをお届けしていこうと思いますそれでは私と一緒にステージを盛り上げてくださる皆さんご紹介いたしましょうっていうか司会の広橋涼ですよろしくお願いいたします <laughs> 誰だよって話ですね えー、まずはですね電撃プレイステーション編集部からこの方がお隣にもいらっしゃっております西岡さんです西岡さんお願いします西岡と申しますよろしくお願いしますはいはい続いてはトークを展開していただくゲストのお二方お呼びしたいと思いますまずは第二部に引き続きファイナルファンタジー fifteen のディレクターを務めるスクエアエニックスの田畑さんですどうぞ。 え、皆さん、どうも、こんにちは。ニコ生の皆さんも、こんにちは。田端ですね。よろしくお願いします。<laughs> はい、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます田端さんです。さあ、続いてはですね、電撃プレイステーション、プレミアムイベントでは。もはや、おなじみの、この方。ソニーインタラクティブエンターテインメント、ワールドワイドスタジオの、プレジデントである吉田さんです。吉田さん、どうぞ。どうも。 S.I. e の吉ピーこと吉田です。よろしくお,めお願いします。ゆるいっすね。<laughs> 先月に引き続いて、はい、あの呼ん,んでいただいてありがとうございます。すまありがとうございます。楽しみに来ました、はい。はい。本日はこのお二人をゲストにお呼びしてのトークステージということなんですけれども、はい、あのー。 こちらの企画というか電撃プレイステーション編集部として具体的にどのような狙いがあってこの,企画をのなんか緩く始まってあるのなんですけどかなり壮大な硬、ね、いテーマですよね。SIE の,、まああのーね、のワールドワイドスタジオで長年そのいわゆるトリプル a タイトル的なものをずっと、えー、制作指揮されてた吉田さんと今回 FF15 であの世界的なゲームとして。 世界に挑戦するっていう田畑さんで、こうちょっとすみませんテーマ硬いんですけど、トニプレイきついっす。はい、<laughs> もう大変っすね。きついっすよね。きついっす <laughs> もう何を言わせたいんですか。<laughs> そういうことも聞きたかったです。はいはい、まあっていうことで、そのもうお二人にそのこれから挑戦する田畑さんと長年見てきた吉田さんで、あの対談をしていただいて、その具体的にどういうところが大変とかどういうところ がすごいとかっていうのをお聞きできればなと思ってたんですけど、はい、と思ってます。でもね、ちょっと言っていいですか？はい。私ね、田畑さん FF15 のプロデューサー、うんはい、あディレクターっていう感じで、はい、もちろんあのー、知られているんですけど、はい、あのー、私は気づかなかったんですけど、FF、はい、のあのー、クライシスコアはいはい。 わすごい好きだったんですまたそうそうそう「7」のね始まる前のス,ストーリー「0、はい」ゼロストーリーあれもめちゃくちゃ好きだったんですよ <laughs> あ,ありがとうございます、えー、ですあの「ゼロ式」今まで聞いたことなかったです <laughs> 初めて「ゼロ式」はちょっとタイミング的にあんまり PSP やってなかった頃だったんですけど「クライシス・スコア」とかをや,やって「ゼロ式」やっての「 15ですよね、はいはい、そうから FF 玉田さんっていうと、うん、あの前からずっと FF 作られてた人じゃない外から入ってきてっていうイメージもあるんですけど、うん、よ,くよく聞いてみると FF もこう、ねはい、何作もやった上でのっていうそういうことだったわけですね。はいそうですただまあ ちょっと自分の知識をシェアしたかったはいそれだけだって FF15 のイベントにね呼んでいただきまして嬉しくて来ますけどなんで吉田がいるんだって思ってらっしゃる人もいらっしゃるのでナンバリングの FF を担当することになったのはこの「フィフティーンで初めてなんですゼロもナンバーついてますけどあれはね「式ってついてるじゃないですか あれナンバーじゃないゼロじじゃゃなないいですねナンバーじゃないよという意味で「切ってつけたなるほどね <laughs> はいでも逆に僕は本当に初めてナンバリングに関わることもあって今回思い切ったの挑戦をできてるかもしれないなとは思ってましたいやなんか本当今今日もね実は私12時の回は家でニコ生で見ててそれで2時の回は、うん、あの後ろの方に座って、はいはい、見ててこういろいろ考えてたんですけど FF のまあ、うん、あの14とか11とか MMO を除けば15ってなんかどこから見ても突然変異なんですよね。それも,もうさあの、AAA、とか世界標準っていうもちろん世界的に見ると、はい、あこっち来たかっていう<ー>ねや,やっと来たかっていう感じもありつつ、はいまあ、周平さんから見るとそうですね。 かなり衝撃的ですねあのメタルギアでいうとあのファントンペインぐらい衝撃的でしたかみたいなねそこが多分来たかのなんでなのかっていうのがテーマなんです私もうね来てほしかったですやっぱりねいろいろビジネス的にはねいろんなあのプラットフォームとかいろんなデバイスでゲームができる中いろいろ会社としてねあのチョイスがある中でこの「 大変なところにね。来る大変前提ですね。ややっぱりトリプルエってその生息領域ですよね。だってもうすごいすごいし内部から見れば一度ねこれ降りたらねもう戻ってこれないっていう感じがするんです。やっぱり技術の蓄積であるとか。なるほどなるほど。えこうアンスみたいな感じです。 そこやっぱずっとね、本田さん、豊田さん、やられてるっていう、そんな感じですよね、私から見るとね。降りたくないとは思ってないですけどね、大変だなって。降りたいと思ってる、降りたいと思ってないです、降りたくない、どうだろうな、大変だなっていうのは、すごい感じてます。いや、もう、マストアップしたら、じゃあ次ってなりますよ。なります、例えば今だと、なんて言えばいいのかな。 カーナビのなんか示しているルートを曲がり角1個間違えると今回みたいに2ヶ月延びるみたいな本当にそれぐらいデリケートなんですね。えっと、まあ今回のは間違えたというんじゃなくてあの改めてそこまでやっぱり目的地についてみて僕の目的地はもうちょっと先がいいという判断だったんですけれどもそれぐらいシビアですよね。本当に何かワンミスで 特にオープンワールド系はもう、イメージとしてカーナビのルートが示されてないカーナビですよねルートは示してるんです、ルートを決めないと、決めないと、もはやあのどう進んでいけばいいかもわからないぐらい、うん、結構やっぱり巨大で、取り扱いが本当に大変だなっていうのが、今の HD の、しかも時代の最先端の AAA と言われるものたちな感じが僕はします。うんうん、はい 今あの進行のね、うん、半分ぐらいは。 あの、逸脱して、進行してますけど。多分、そ二つ目、三つ目のテーマを織り交ぜて話す。絡ませつつ、絡ませつつ、まあ、ちょっと、いきますか、パワーポイント。パワーポイント、あ、今、せっかく出てますからね、じゃ、あちょっと最初に戻りまして、はい、出てるんです。世界基準のゲーム、トリプルエタイトルとは、というところから。あ、ここからなんですね。そうなんです。まず、ここから、トリプルエ。とは、なんぞやという、ところから、まず。これ、お二人が考える、トリプルエタイトルって。 まあなんとなく定義としてはその世界的なヒットを見込んで強額な予算をかけて作るタイトルみたいなイメージなんですけどあのトリプ AA ってやっぱり昔からあったと思うんですけどもなんかここへ来てですねあの規模が大きくなりすぎてもう本当あのどのパブリッシャーさんもそうだしうちもそうなんですけど。 こうチーム一つのタイトルを作るのにビッグタイトルの場合はかかる人と時間が前よりも全然かかるようになってるんですよね。なんでその出来上がったものっていうのはすごいゲームになるんですけれどもそれをこう昔と同じようなペースとかあの本数であの並行して作ることができなくなってきててあのよりトリプル a と呼ばれるタイトルビッグタイトルとそれ以外との違いがもう本当に大きく出てきてはっきり言って。 今やもうあの中間どころっていうのが非常にビジネス的にも難しくなってきてるんですねですからもう本当ビッグタイトルかそのインディーのようなもうその発想でね、うん、勝負する少人数のチームで作るものかっていう割と二極化がかなり進んでますねなるほど、えー、はいその中で、うん、FF15 はもう、うん、もう全くトリプル A ですねそういう意味ではあもう吉田さんから見ても当然トリプル A といはい、はい ありがとうございます、えっと、僕はんと、まず一点物っていうイメージが強いです、うん、そのゲームでしか味わえない体験とか凄みとか、見せている時代の進み方とかね、うん、そういったものがまずある、うん、でさらにその,そのトリプルタイトルが出る時代にあって、ちゃんと規格外である、うん、何らかの分野で。 そういったものがなんか A なのが AAA ななかううと思ってやっててやますねもともと AAA という言葉が出来上がってきたのもそれまでの概念よりもはるかにスケールの大き,か大きさだとか、うん、何らかの,その進歩的なものが入っていたのでそういう格付け概念が生まれたのかなみたいなそんな感じで、うん、はい。 あと、あの最初、もう作る時から今のさっきの規模の話に関わるんですけれども、はい、日本で作っていてもこう世界市場を意識せざるを得ないですねだから FF15 もきっと最初から世界で受けるものを作るぞって決めてやられたんじゃないかと思うんですけどどうですかはいそれはもう最初からそうしましたね。あのそれまで っ FF って日本語で開発し、日本でローンチして、それから各国にローカライズしていく、でローカライズする範囲っていうのも EFIGS <coughs>、e、といって、英語ボイスで、ボイスじゃないです、ボイスは日本語しかないんで、えっと、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、この5カ国の言語に字幕で対応するっていう、これがローカライズだったんです。で、その言語の地域に売る、でこれを15の場合は、えっと、同時に世界中の地域に売る。 ボイスも日本語だけじゃなくて英語、フランス語、ドイツ語も最初から入れる。かつ字幕で対応する言語数も倍に増やすっていうふうにしたんですね。その時点でやっぱり必要になる計画は全然違ってくるし、作り方違いますね。違います。そしてプロダクションも国内で閉じない、閉じられないですね。日米欧で複合的に取り組んでいくっていうものにやっぱり。 変えましたねうちもあのいろんなチームがお世話になっている台湾のあのエクスペックスさんっていうねところでいろんなアセットグラフィックスのデータ作ってもらったりするんですけどそこへ行くとですね FF15 チームドラーンといるんですよアンチャーテッドチームは時期に応じてね一時期その話を聞きました世界中でアンチャーテッドそうなんですよどこのベンダー行ってもアンチャーテッド作ってるんです <laughs> もう大変ですよねす、すごい規模ですよね、だからそれだけでも、でまあもちろんゲームのコアの部分じゃないですよね、うん、アセットを本当に多く必要とするので、ええ、一瞬のシーンだけでも何何、何通りのアセットが必要になるかみたいな感じですよね。そうそうだから、台湾のチームもね、はい、アジアのチームも、どんどんレベルを上げてきてて、その。 それこそ AAA のタイトルで通用する政策をやりたいということで、うんうん、やっぱり FF15 とかアンチャーテッドっていう仕事を持っていくとすごくものすごく頑張ってくれますよね。やっぱりその作り方としてもそのここは海外の,あの外部の会社さんに出せるとかっていう作り方も結構 AAA な気がするんですけど間にねそのマネージャーとか必要ですよね。いろんな 言語体系の企業の皆さんに協力してもらえるようなまず体制を作るんです、やっぱりそれはアジアやアメリカ、ヨーロッパそれぞれに対して、うんはい、それからですねようやく出せるとなると、うん、あと、あのー、このプレミアムイベント去年も出させてもらってるんですけど、うんはい、よく話をするのは本当、あのー、もう作り方も違うし売り方ですよね、世界同時発売。うんはい、であと、ね、そのタイトルの 情報の出し方とか、うん、発表をね海外でやりますよね。でこの間もあのロスでね <laughs> あのイベントもされたりとこの日本のゲームで日本で作ってるのに。うん そのなんで海外で最初の情報を出すんだみたいな日本のユーザーさんは思ってらっしゃると思うんですけど。はい。それはやっぱりこう。みんな運輸。もうこの時代になって。やっぱりちゃんと納得さし。コンソールのね。ビッグタイトルを作ろうと思ったら。やっぱり全世界で売っていかないと成り立たないんですよ。なので皆さんが本当に好きなフランチャイズの最新作のビッグタイトルを見たいと思ったら、皆さんも一緒に。 海外でも売ってねってこう応援してほしいんですね。うん、なんか海外で PS4 がいっぱい売れた、まあ、Xbox さもいっぱい売れたおかげで、うん、じゃあそのね、うん、次の FF のデビックタイトルはコンソールで行くぞってこう会社として決められるわけなんですよね。はい、なんでその海外の市場 に向けた、まあ、グローバルの、先ほどもあのゲームズコンとか E3 はグローバルイベントってありましたけど、はい、そういうところで一番目立つところで情報を発信していくっていうのをいいきなり僕もできたわけじゃなくさっきも言ったんですけどそのグローバルイベントの場でなんだろう情報を温存してもしかして日本で情報を公開するつもりだったのみたいな嫌みを言われる時代とかもやっぱあったんですよね。 でも私何度も言ってるんで割りとね理解していただけるような気がします。はい、だから多分、マスさん的に見てゼロ式と15の違いっていうのはそういうそのまあ社内的なねチームの作り方であるとかその欧米の内部のマーケティングチームの役割とかっていうのもかなり変わりましたよね、はい。すすごい大きかったですその 最初にちょっとだけいいですかあれねゼロ式じゃなくて冷式です <laughs> 霊式 <laughs> すみません,んでごめんなさい冷式かと思ってた <laughs> すいませんね <laughs> で冷式いや多分気にされてるなと思ってみんな <laughs> <laughs> すいませんで冷式を日本で出した後に欧米に出したかったんですけれどもそのーマーケットの状況的にもう PSP のゲームを出すのにいい時期が過ぎていたんですそういったこともあって売り時期を逃してしまったんですね でやっぱりでもそれでも遊びたいと言ってくれてる人たちはかなりいてだけど会社としてそこにコストを割いて発売するということを踏み切れない段階だったとマーケットがで僕らはものすごく悔しいわけですよで遊んでもらいたいと思ってるけども遊びたいって言ってくれてる人もいるけれども提供できないでこれはもうやめたいなっていうのがあって2個その時決めたんですね次は絶対に一番世界で売れている据え置きにするっていうことと そししててグローバルにやるってこと,とを決めましたね、うん、はいどうですかっていうとこから想定な感じになってまずお話ししては。FF <laughs> シリーズでいうとその、はい、13まではやっぱりその日本がまずベースにあったと思うんですけど、うん、15はやっぱりそのいきなりもう日本から世界というよりも世界いきなり世界っていう感じだと思うんですけども、うん、作り方とかそういう方針を決めてその。 どういういいに進めていったんですか最初からっていうか15の最初の進め方はまず、えっと、PS3 の頃に日本のメーカーがなかなかその HD の,そのビッグスケールのゲームを開発するのを苦労していたのは僕は PS3 の開発経験ないですけどまあ見て分かったんですねでそれは PS12 で3というふうにだんだんハードの性能が上がってきた時にそのハードの ライフサイクルに合わせて技術をアップデートしていたが故起きているなというのが強く感じてたことなんです。それは単に採用する技術だけではなくどういうゲームを作るのかそのゲームを作るためにどういう技術を採用するのかどういうプロダクションの体制でどういうスタッフにどんなワークフローで作らせるのかっていうところも含めての話。で欧米のタイトルが PS3 以降すごく強かったのはベースを PC に持っていた開発の人たちが そそのの開発力をまままコンソールに落とししててきてましたよねだからこれまで PC でしか遊べなかったハイエンドの FPS なんかをこれからは家庭用でも遊べるっていうような感じで家庭用のマーケットって大きく広がったように感じるんですね、はい、なので僕は思いっきりまず PC の一番高いところに技術をセットするでそこでなんかビッグタイトルを作れるような体制にまずするでそれで開発 をスタートさせるっていうふうふにやりました、ね、うはた、い、から見てるとそのシネマティックな部分はもう、はい、スクエアさんはもう最初からバッと最先端行かれたと思うんですけど、はい、そのリアルタイムの部分で特にオープンワールドのタイトルを作るって相当大変なのですよ、はい、それをこれでやるぞっていう、はい、それはもう相当大きな覚悟だったんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね。 まあそこはあのー、スタッフ間でも何度も議論をしましたね、うん、特に途中から合流してきた人たちがやっぱりオープンワールドを作るっていうことにすごくやっぱりこうハードルの高さを感じるので、うん、まあ何度も何度も不安な人が出てくるたびにも真剣に話し合いながらやるっていうふうにしてましたね。あとから見ててですけどこれも あのバックグラウンドとして、うん、ちょうど PS3 の世代ぐらいに、はい、その欧米のデベロッパーが作る RPG っていうのがあの新しいタイプの形で独自にこう。うん うん、伸びていったんですよねスカイリムとかね、はい、これもオープンワールドででっかくてアクション RPG ですよね、はい、我々から見るとね、はいはい、それがもうどんどんこう本流みたいになってきて、うん、であの昔からある日本の RPG を JRPG ってわざわざ J をつけて呼ばれるようになってますね区別されるようになっはいすね、はいうん、でもそれは当然でさっき言ったように日本の RPG というのは もっともっとその家庭用ゲーム機のスペックが低かった頃に確立されたあの様式があってそれをだん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 アップデートしているのでまあ昔の形を結構維持しているんですよねだけどそうじゃなくて技術のハードルがもっと高いところで作られたものっていうのはゲームデザインそのものが違うのでやっぱり別物なんです同じ RPG とはいえ。 別に僕は JRPG は悪いとは全く思わないんですけれども、バックボーンの違いはやっぱりそうやってゲーム体験的な違いに大きく出てたのは間違いないかなと、うん。え、そこを私見てて、はい、いやもちろん私の JRPG 好きなんですけどあこっちに来たんだ FF、はい、って思ったんですよね、うん。そうですね、そうですね。もうね昔すごい懐かしく思い出されるのは PS。うんうんはい ワンツーの初期ぐらいなんですけど、うん、あの私2000年から2008年までアメリカで仕事してたんでそれで欧米のデベロッパーとかと付き合うことが多かったんですけど。うん、あのー マスエフェクトを作ってるバイオウェアのね人たちと話をした時にもう本当スクエアさんの作る「ファイナルファンタジー」がもう大好きでもう自分たちも,もう将来そんなねすごいゲームを作りたいみたいにね言われてたんですよねでその人たちがこうその大規模の規模制作の方にどんどん行かれてまあリアルタイム系のね RPG をこう伸ばしていったそういうのを思い出しましたね。 やっぱり冒険を存分に楽しませるっていう発想で作ってますよねそうするためには世界がしっかりとありその世界を自由に冒険できて自分の思いつきをちゃんとゲームが答えてくれるような構造にするこれがおそらくウエスタンの RPG の本当の原点なんですねそうではなく決められたストーリーがまずありこのタイミングになるまでにこういうシステムにしっかりとアジャストしてもらうっていうような 昔ながらの積み重ねをさらに洗練させていたのが多分 JRPG ですよね。根本的には15はそこも変わってるということになるってです、ね、いうい、えっと、僕はハイブリッドにしたつもりなんですね。うん、ただし、えっと、これまでの FF の良さは僕も良さとしてすごく理解しているので、うん、あの今までの,その作り方の延長でいくのではなく作り方は変えます。つまりあのベースの技術は一新します。ただし新し新い技術の上ででこれまで FF ファンの人たちに愛されていた要素というのを作っていく新しい技術の上で FF をもう一回再構築するっていうような発想ですね今回 FF15 見ててあの自分でもデモとか遊んで思うのは。うん やっぱりその a i の部分が、これすごいなと、もう世界基準というか、ちょっとかなり。あの先を行ってる感じがしますね。やっぱり広いとこで。こうエンカウントして、こう場所が切り替わるわけじゃないんですよね。で、それが、動物という、まあ、モンスターなのかな。がいて、それで、こう無視してたりとか、戦いになったりとか。その場その場で、違うシチュエーションをいかに、こうちゃんとそれぞれを戦闘で成り立たせるか。で、それでパーティーは順番に、こう、はい。はい ただあの行動してるわけじゃないじゃないですか。はいはい、ねそれ勝手にいろいろ助けてくれたりとか喋りかけたりとか、はいはい、その辺をいかにこう人間らしく見せるかみたいな、うん、それ全部 AI でやられてると思うんですけどその辺はすごいなと思いますね。うん、これ多分遊ばれると毎回毎回バトルが違ってそこがすごい面白いんじゃないかなと期待してます。うん、<laughs> ありがとうございます。その辺具体的に聞きたいです。<laughs> 具体的にど,どういうことされてる,てると思うんですけど <laughs> いやそれは田畑さんのほうかぜひまた。 えっと、そうですね、うん、ちょっと違う言い方にしなきゃいけないですね、うん、あのキャラクターらしさをコマンド RPG の技術体系ではなく、その本当に今のゲーム機で実現できる技術の中で出す、はいうん、そのためにはあの AI とアニメーションがやっぱりこれまでのやり方だととてもじゃないけど、うん、うんと追いつかないやり方をしなきゃいけないなっていうことで。 AI を強化し、なるべくそのキャラクターが自分らしく振る舞えるような技術をまず確立し、うん、簡単じゃないので、今も日進月歩なんですけどね、うん、AI は。そして、その AI のチョイスに合わせたその人間らしく流れるような動きを実現できるようなアニメーションのシステムを同時に作るということで、開発環境からそういうところを重視してやりましたね。うんはい やっぱり吉田さんから見ても先ほどの話じゃないですけどすごいことをされてるってい。って分か,る分かったのはその前,もあの前のセッションでも言われたんですけど、うん、FF15 のチームってかなりオープンに開発、うん、こういうやり方で作ってますって。うんうん いろんんな機会でで発表されてるすよね先週もセデックでもねたくさんセッションがあってそれぞれの分野のチームの方々が説明されてて我々からしてみれば非常にありがたいっていう勉強になるんですけどもちろんプレイヤーとしてユーザーとして触った感じとあこういう風に作られてるんだっていうの両方分かるとさらにねそこも良さがね味わいが楽しめる いはい、そんな感じですその辺オープンにっていうのはどういう割と意識してやられてますよね意識してやってます、うん、あのなるべく技術もそのユーザーの皆さんとのコミュニケーションもなるべくオープンにするのはフィフティーンがやっぱりもともとベルサス13っていうあのプロジェクトから、えっと、もう一回再立ち上げしていったっていう、まあ、歴史があるからっていうのもあります、うんうん、長く待たせている分 なるべく我々がやっていることをちゃんと見せないとそれは失礼かなということあとはその技術もあまり閉じてやろうとしてもインハウスで今すべての技術が賄えるかというとそうではないんですねでアセットもさっき言ったようにいろんなあの協力会社があってこそこの規模が作れているのでだったらやっぱりそれをもっとなんだろうやりやすいような形にするためにもオープンにやったほうがいいのかなとアンリアル4なんかも本当その典型ですよね アンリアルフォーで開発している場合、本当にもいざっていうときに世界中のいろんな人たちに協力してもらいやすかったりもするんですね。オープンの良さっていうのは規模に対してすごく柔軟性を伴えるっていう良さがすごくあるのかなと。はい。ちょうどこの話真面目すぎて面白くない、ね、<laughs> いや <laughs> ど,うどうですかみんな。アップするってコメントありましたけど。<laughs> 世界基準のゲームを作るために2つ目のテーマは一応もう多分すかれていってると思います面白いってほら面白いってすごいコメント来てましたよずっとはいワクワクするってありましたいろいろっるめて世界標準のゲームっていうのを FF15 で目指すってなって田畑戦的には今出来上がりつつ FF15 のどこが世界標準なんだっていうの具体的に教えてもらえますか まず、えっと、僕が自信持って言えるのはメイドインジャパンの良さをちゃんとあの全部入れたまま、うん、世界スケールのトリプル A スケールのゲームにできているというところがすごい自慢したいところですね、うん、やっぱ日本のゲームの,その丁寧さ、緻密さというところは、はい、僕はすごくやっぱり感じるんですよ、うん、日本の開発者のこだわり方とか、はい、それを生かしたままトリプル A にしているというところは。 いけけててるるんんじゃななかと思っですどこれはね開発側の自己満足かもしれないですけど E3 とかねゲームスコムとかでベスト RPG とかアワード取るとねもう本当嬉しいんですよだからもうベスト RPG は日本のチームにもうずっと与えられるものではなくなってるんですよね世界的には。という日本が るジャンルもちろん、あのー、JRPG もすごく人気はあるんですけど、うん、ただベストを1本選べってなった時に、うん、なかなかそこに入ってこ、うん、来れない、はいはい、そこにやっぱりね連続で発売前にねとったっていうのはやっぱりチームの皆さんもすごい自信につながったんじゃないですかね。自信つながりました あのーまあ、僕だけですねその反省してたのは延期してしまったので、<laughs> みんなは本当に自信を持って、<laughs> よしと、<laughs> 俺たちがやってきたことは間違ってないというふうになってましたねタバティスが早く発売日発表するから、うん、そこを反省しろと、<laughs> 俺たちはもうこれ、すごいの作ってんだって、<laughs> そんな感じなんですかね,そうですね、なんで9月30日にしたんだと、<laughs> はい、申し訳ありません。 あの私ね、ごめんなさいね、あのインターネットで見てたら、ちょうどね、ロスのイベントの時こうあのスロットみたいにね、発売日発表されたでしょ、その時一瞬、ノベンバーっていうあったんですよ、あれは。指摘して、GIF 作ってる人いましあの時は示唆してなかったです、全然。ジョークのつもりで、自信満々に9月30だよと言いました。 なのでまだ僕があれですねちょっと未熟なんですよねそこは <laughs> このスケールを本当にちょっとね見積もりミスったっていう感じですかねもうほとんどデバッグのボリュームとかねうんうんその AI の動きのその制御とかだからバッ とと呼,呼べないというかこう、うん、どっちかっていうとこう見て不自然とかね作ってる人間じゃないと分かんない部分も含めて多分大量にあるんだと思うそしてやっぱり「ファイナルファンタジー」っていうフランチャイズに多くのファンの人たちが求めるのはもうそれがピカピカに磨かれている状態だと思ったんですよね正直今の品質で発売しても グローバルに見たら全然おかしくないと思うんですね割と欧米のユーザー慣れてるっていますうとこね全然余裕でなぜこれを発売しないっていうふうにみんな言ってくるんですけれどそれはやっぱり IP の,そのこれまで積み重ねてきたそのブランドとか伝統とか支えてくれてる人たちの思いとかはそれよりも重要なのかなと、うん、今出してグローバルで OK かどうかよりもそっちのほうが重要かなと思ったんです。 これ、はい、はあの逆に、やっぱり日本人の、あのカルチャーだと思うんですけども。ですですものすごい、やっぱり職人かたぎというか、作り手も遊び手も、完璧を求めますよね。そうかもしれないですね。はい、えそれをオープンワールドとかになってくるとも、不可能なんですけどね。<璧>終わりがない。です、はいはい、完璧は不可能なんですけど、それでも、他よりも、しっかりとやりたいっていう思いは、やっぱ強かったですね。はい。 電撃プレイステーションでも5字が一つあるとすごい怒られます誰にですか読者さんんそうなですねアンケート把握とかで雰囲気を壊すというところもあるので完璧を求める反省してますそれがでも日本の良さでもあると思いますさっきの世界基準になっているかどうかは日本の良さを生かしたまま AAA のゲームにできているというのは本当僕目標としていたのでそこまで来れているのはすごく誇らしいですよ はい、はい、あそこまで来れてるという評価がね、外から与えられたことが誇らしい。そうです、そうです。それでベスト R. P. G. をもらえたっていうのは、本当に。ですね。はい。光栄です。はい。じゃあ、次のパワポに。ちょっとさい。いきますか。出ますかしら。なんか、休んでたでしょえ、違いますよ。ワクワクしながら聞いてたんです。あ、違う違う、あのパワポ。あ、パワポなんて。あ、休んでた。あ、いや、休ん、聞き入っちゃったんでしょみんな。 楽しくなっちゃうから。はい、で、ここを結構また具体的にお聞きしたいなと思います。世界基準のゲームを作るときに重要なことっていうのを先ほども多分出てたと。はこれ僕まだ完成させないんで、周平さんのターンじゃないですか<あ> <laughs> い。大変っす、大変っす。<え> <laughs> きつい、きついっす。<laughs> <laughs> ほら、同じこと言ってる <laughs>。<laughs> <laughs> あ、でもやっぱり日本のチームで言えばですね、あのー、やっぱりあのー、まず日本で出して。うん 3か月後とか半年後かにローカライズしてっていうのをもう前提にしなくなりましたね、うん、だからまあ世界基準っていうそのまあ社内の仕事の進め方とかそういうでうちで作ってるタイトルであってもですね例えばマーケティングの全体のプランっていうのをグローバルのチームで作るんですよ、うん、でそれでこの日本のジャパンスタジオの作ってるタイトルのリードマーケッターというかそれが必ずしも 日本のチームとはあのもちろんがっちりやってますけど全世界のマーケティングプランを作るということになると逆に日本のマーケッターは知らないことが多いのでアメリカのスタッフとかヨーロッパのスタッフとかタイトルによって違うんですけどリードを任せるんです、それは、ね、もう全然作り方が変わってきますね。 要求ニーズも全然違いますよね。ねそのマーケティングから来るアピールポイントも違うんですよ、ねはい。違います、ね。そやっぱりゲーム作りながらどこが受けるからそれぞれの市場でねどういう風うに打ち出したい。うん、で場合によってはそれをやってるとじゃあこっちのね仕様をもうちょっと掘り下げようとか、うん。 このフィーーーチャいいらないなとかそのゲーム内容にまで関わってくるとあるあんですよ<ー>で、それやっぱりいいチームがマーケティンググローバルのチームと作れた場合っていうのはそれをやっぱり違う意見が出る中で話し合いながらその最大公約数というかそのいいとこをねあの生かしながらあのみんなの貴重な時間をね制作側もマーケティング側もその最大限に結果を出すっていうのができる場合がある。それいいつも目指してる感じに 最近日本で作るゲームでもあの変わってきました、ねうんうん、それでも難しいですねどこを重要視するかっていうし難しいですやっぱりクリエイターはものすごい強い思いを持ってますし、うん、それがすんなり理解されるときとそうじゃないときもあるし、うん、それがクリエイターがあの本当世の中で誰も知らないだけで出たときにはもう本当そ,そっからね一つのジャンルが生まれるみたいな場合もありますし、うんうん いや実はそうじゃなくてものすごく独りよがりな、ねうん、ことを主張しているでマーケティングの人間があ言ってたことが正しかったみたいな、うん、そういう場合もあるんで本当、うんまあ、簡単でではないです、うん、やっぱフィフティも、うん、そこは今で、ね、調整してるフフィティもうあのそうですね全地域同時進行でマーケティングもやってますので、うん、そこから来るフィードバックは全く本当に地域性がすごく出てますね。うん はい、一つの答えにまとまるっていうのも全地域が一致した答えになるということはほぼないです。1>, はい、1回ぐらいですかね9月30って僕が言って OK、はい、となったぐらいでそれは僕自分でごめんなさいしたのでこれで実績ほぼゼロです <laughs> 全地域統一見解というのはあんまりないですなるほどでもそれぐらいやっぱり、ね、違うんですよねいすおいたちが皆さん違うので。 だからまあ日本のチームもあのメンバーも海外のゲームもかなり遊んでますね、うん、そこをやっぱ意識して海外のユーザーがどういうゲームを遊んでるんだとか、うん、え何を求めてるんだとかそ,こ辺その辺はやっぱりかなり意識するようになってるんじゃないかなと思います、うん、でも、やっぱりそ,のそれを今どうするかであのゲームが発売されたのは1年後とかはい、はい、多少先の話になるじゃないですか。その時にどううななるんだみたいな、うん、やっぱりもう結構 かけなな感じなんですかその読み切るっていう感じなんで,すかいやでもやっぱり僕らのやり方はもう無理やりゴールをはっきりとさせるです、うん、完成形はこうその時の市場のだろう広がり方はこう、うん、ユーザーに対してはこういうふうに思ってもらうっていうゴールを決めてそこを信じ切るっていうやり方をしてますでないと やっぱりそれがすごく先になるんですよ、ね、15でも立ち上げてからやっぱ3年以上先にゴールを設定して、うん、そこから毎日いろんな変化を乗り越えながら判断を積み重ねていかなきゃいけないので、うん、そこはもう強いリーダーシップを実行する以外にないかなと思いますで割とその田端さんがもう理解してくれっていう感じで理解を求めていく感じですかねえっと初期においてはそうですけれどやっぱりチームが強くなっていくのでチームの中にも。 舵取りができる人たちや多くの判断を任せられるような人たちがどん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 ん増えていくんです、このチームの強さが最終的には多分結果を左右すると思います、一、うん、人だと絶対無理ですね、はい、ただ、少なくとも僕はゴールを見たときに今やるべきことはこれっていうところをぶらさないようにしてるんですね、うん、今を見て今のことを決めるリーダーっていないと思うので、うんはい、3年後のために今はこうするべきっていうところが僕の役目です。 前あの何、ー、何かのあのかあのメディアで話をされてた、はい、あのタワさんのインタビューで、はい、一度内部の人間に対して、うん、俺たちは FF 病にかかってないかという話をされたっていうのはすごい印象的だったんですけどあれはどういう話ですか？すべ他の媒体の話であでもで電気オンラインのニュース、はい、あのインタビューでも語られてます。そうですね、はい、あれはやっぱりあのー、客観的に われわれ自身がどう見られているかわれわれ自身の前に FF っていうものが客観的にどう見られているかをしっかりと知ろうでそれは15はグローバルタイトルにする世界で同時に売るゲームにするって決めた以上絶対にそれが必要だと思ってやったんですそうすると最初は覚悟を決めて世界基準で物を作るぞ物を売るぞってやったつもりがやっぱりどうしても自分たちがずっと思い込んでいるものの方に引きずられているというのがすごく見えてくるんですよね、うん それをみんなで気づきながらやっていったっていう今自分たちに対する戒めでもあったんですけど、ね、かなり意識改革をやられた、はい、わけですね,ですねはいはいそうですだから一作タイトルを作った以上のいろんなものを気き上げられたんじゃないかなと、うん、端から見てうです、ね、さっきの回の,あの「アクティブタイムレポート」っていうユーザーとのダイレクトコミュニケーション番組でも言ったんですけどあのー やっぱり結構、FF に対してシビアな意見をぶつけられたんですね、15を始めてから、特に欧米のメディア、特にヨーロッパのメディアかな、FF ってもう終わってるんじゃないのぐらい厳しいことをわざと言ってくるメディアも多いじゃないですか、そういうところにどうなぜそう思われているのかっていうのをちゃんと知るっていうのをやっていきました。当然人間ななので批判的なこととばかり言われてると その何だろう、右脳が反応してですね感情的に感じちゃう部分もあるんですけどそこは右脳を休止させ強制終了させて左脳 <laughs> だけでそのことを理解しなるほどこういうふうに見えてるんだなっていうふうに理解するようにしてたって感じです、ねうんはい。それはでもやっぱりあ、うん、言われてみると理解できることだったんですか多くはそうですね、はい、さっきの会の、うん、で出てた記事ではい、はい、ありましたよね。はい、あのこれで私はまた FF、うん、を好きになれそうだって、はいそうです、ね、そのこの面倒の背景ですよねあれはちょっとジーンときちゃいますけどね <laughs>、はい。本当チームでそれ狙ってたのが、はい、あの外の人からまさにそ,のそれを言ってくれたっていう、はい、そう思います FF、うん、が今の時代でも遊ぶべき一点物の,の価値を持ったっていうふうに感じてくれた人が書いたんだろうなと思います、はい、あのテーマ的にその他に、うん もっといっぱいあると思うんですけど重要なことどんなことがありますか大変とか苦労話が多分受けると思うんですけどいやまああれですね目,目線を高く持ち続ける辛口なことが受けてるっぽいですよ目線を高く持ち続けるってことじゃないですかねえー、あのーえー、そうですね今自分たちができることから 目標を決めないってことですよね目標は目標で独立しているわけですよね、やるべきことは。実力が足りなかった場合、どうするのかっていうのはその後考えなきゃいけないことっていうところですよね、そうですね、そう思います。多分基準はやっぱり日々変わっていきますもんね、もちろんです、時間をかければかけるほど、もう世の中も進んでいきますのでね、さらにハードル、どんどん上がっていくことに、完成した時点でどこまで目指すのかっていう話ですよね、きっとね。 そうですまずはその時に目標を立てますね、うんで、その後に目標自体を大きくぶらすことっていうのはあんまりないんですけれど、うん、ただその目標に到達できてるかどうかっていうところは、あのー、やっぱ客観的に見ないと、すぐに人間って、自分に言い訳をしたり、はい、な,ならか正当化する理由を作って、えっと、ゴールの形を変えてしまったりするしがちじゃないですか、かそこを意地を張らなきゃいけないっていうところが、うんはい、これ、やる上では重要なんじゃないですかね。うんはい ちょっと硬いテーマがついたので次はちょっと緩いテーマはい最近すごいと思った PS4 のゲーム楽しいだいぶ緩くしましただいぶ楽さがねすげえ楽ですねこれじゃあ田畑さんから僕からですか僕は E3 で発表された「ゴッドオブ・ウォー」ですありがとうございますこれがまだ世に出てないゲームの中では一番うん うんとすごい本当にすごいなと思いましたね。あの言っていいですか？あれ何ですか？言っていいですか？言ていいですか？あの共通点ありますよ。あ本当ですか？サンタモニカでテーマゴッドウモアの新しいやつのテーマとエフフフティーン。はいはいはい。あの今朝の十二時の回聞いててあのしわあの理解したんですけど。本当ですか？教えてください。父と子。ああそれは見て感じました。はい。 あるんです感もうやっぱり父と子っていうのはやっぱり世界的にまあね誰もどこの世界でもやっぱりある感情ですよねはいまさかでもクレイトスだっていうのも <laughs> ありましたけどもう全然違う人みたいですよね,はい、はい、ね今までの設定だったで家族を失った設定ああもうそう<も>怒りにねただそれを発散する強いマッチョなねうんうん、うん あのお腹割れたやつっていう感じだったんですけどす割れてましたね <laughs> この間見せていただいて <laughs> はい、はい、もうやっぱりちょっと年を取ってね、うん、もうついに自分も子供を持つことで成長する、うん、ただあれだけその人間の感情を揺さぶりながら手触り感をむき出しにしながらゲームをプレイさせるところまでもう来てるのかっていうので 僕らは本当に危機感を持ちましたね、うん。はい。いやゴッドウォーのチームも今回の作品はすごい時間かけてそれこそね、うん、f f で言えば15のようなかなりあの勝負,勝負,、ね、勝負に出てます。うん、これまでの割とその同じパターンで作ってきた PS2 から3の時代をそこからこうもうガラッと変えるぞっていう。そうですね。うん、なんか雰囲的にはしっとりした感じあの。 ストーリーが語られる感じをしましたよね。そう、エモーショナルですよね。うん。いや、こう、親子の、ね、手を重ねて。そうそうそう。こう、ちょっとね、手を出したいけど、出した。ないほう、こう、シーンがあるんですけど、まあ、ゲーム。西洋ゲームで。あの領域に来てるのかっていうのが、やっぱり、ちょっと、僕は。作っちゃうね、みんな、年取ってきてますよね。年取って。それ、やっぱり、自分たちの。人生における、そう、あの、経験も、そこに。 反映されてるであとはもう発売したやつだと、はい、で全然よいしょするつもりないですよ周平さんをあの普通いやいつもこう、はい、周平さんも結構遠慮なく言ってくれるんではい、はい、でもね「アンチャー4」はやっぱりありがとうございますまあやっぱり分かったですねあれは <laughs> はい僕はあの「アンチャーテッド4」とかあとその「GTA5」とかから、うん、結構そのゲームのそのあ戻った ゲームの,その間口の広げ方っていうのをすごく学びましたねアンチャで言えばですね PS3 からのシリーズなんですけど、うん、彼らがやりたくて今もずっと同じテーマが、うん、あの技術的な部分では流れてるんですけど映画的にそのキャラクターとかストーリーとかを見せたいんだけども。うんうん それでいて、こうレスポンスはめちゃくちゃいいっていう。うん、ユーザーが常に触って、その反応があるっていうふうに感じさせる。うん、これって結構技術的にはその矛盾があるんですよ。うん、かっこいいアニメーションとかを見せようとすれば、ユーザーの動き、ボタンとかスティックの動きに全部反映させたら。あの、かっこよくできないんですよ。だ、うんはい、から、ボタンを押したら、コマンドが入って、その後、演出だけの。 フェーズに切り替わるっていうのがまあ一般的ちょっともっさりしちゃうんですよね,、うん、な,すねなんでそのアニメーター対その企画みたいなね,す,ねすごいパトルがあるんですけどそれを両方やるんだというのがもうその技術的には根幹にあってもうとにかくかっこいい映画のをプレイするようなゲームなんだけどユーザーはもうゲームとして評価してもアクションがもう常に楽しいっていうそれをずっとやってきてますね彼ら、はい、は。 アンチャーテッド4もちょっと延期したじゃないですかはいさせていただきました <laughs> い<や>何度かそういう意味じゃないです皆さんいや本当、<laughs> <laughs> あれが延期したから自分がいいっていうそう,そういう発想じゃないですよ <laughs> ただあれもやっぱりノーティードックの開発チームなり周平さんなり皆さんいろいろとなんかこう思い 考えることがあったんですよ。いや,やっぱり、うん、ノーティードックは、あの私一番最初にプロデュースしたタイトルクラッシュバンディクなんですけど。イエスワンの、そのふ、はい、ラッシュワンツースリーレーシングって。一年に一本、十二月に必ず出してたんですよ。よしかもちゃんと毎回驚きを入れていた。うん、ありがとうございます。<laughs> はいはい、で、その後も、あの、あの若干ダクスターとか、アンチャーテッドとか、とにかく。あの、スケジュールはすごい。 あの守,守るっていうか信頼のおける高いチームだったのが、うん、ここはねきつかった実はその前のラストバスもちょっと伸ばしたんですけどはい、はい、やっぱり規模が大きくなってきて大体、うん、彼らなもちろん内部でこ,れこのペースでいったら作れる作りきれるって思っていくんですけど、うん、ちょっともうちょっと時間が欲しいっていうのが。うんうん ありました2回ぐらいありましたねでもね,で,ねで,でも最後はやっぱりもうユーザーさんも,もう本当うちの内部の,あのマーケティングする人たちもすごいゲームじゃなきゃ許さないっていう、うん、ところがあるんで <laughs>、うん、あの発売の、ね、延期とかやるとものすごい。 あのいろんなところに、はい、ユーザーさんも含めて迷惑かけるんですけど、はい、知ってます最後は、最後はね、そこ最後やっぱり、いいゲーム作んないと、はい、やっぱりわれの仕事したことにならないっていうところで、はい、もう、本当にごめんなさいって頭下げるのが、私の仕事の大きな一部だったりするんですけど、やっぱり出た時の後のことを考えて、そうですね。やっぱり 後で振り返ると、うん、あの時ちょっと何か月遅らせたじゃんっていう人はいないんですよ、うん、でも、うん、あんなゲーム出しやがってっていう人はものすごくたくさん、うん、<laughs> いらっしゃるんではいそうなんですよ、うん、ぜひあのヨシピーさんのすごいと思ったタイトルも。はい え私はですね、はい、あのインディーゲームとバーチャルリアリティが大好物な50代男性なのでこの間あの言いましたけど最近遊んだ PS4 で言えば 2>,、はい、あの2つあって1つはノーマンズスカイっていうゲームで、はいはい、日本で今週出ました。うん、これはもうねあのアルゴリズムで、うん 世界を作ってしまうっていうもう宇、うん、宇宙をですよ、ね、宇宙を宇宙あそういう考えただけでね、うん、こうなんか脳みそ溶けそうなね感じがもう惑星に行くともう毎回毎回違う惑星でねすげえって思うんですけどねちょっとあのすごいもうこれはね発想から何からすごいですね。っていうのが一つともう一つはねあのそれあの海外で今週出た。 ゲームなんですけど「インサイド」っていうすごく美しい白黒調のこれもインディーゲームなんですけどリンボーのチームが6年かけて作ったのかなだから最近インディーゲームも時間かけてますね「ノーマンスカイ」も5年ぐらいかけてますね力作がその辺ですね私で言えばありがとうございますもう名前つけたんですか あの惑星につけましたよもうあのうちの娘の名前とかね僕もつけましたよつけましたポリタンってつけましたどういう意味なんで全撃プレイステーションのキャラクターのんでそうなんですね皆さんじゃあ続々と名前をつけていってるんですかはいそうですねもう一つぐらいもう一つぐらい行きますか行けますよね行けますはいもうあの吉田さんがいらっしゃるということでせっかくなのでプレイステーション VR に期待することということで はい、あとぜひ田畑さんにまずお二人で、はい、僕が期待することですか、はい、ぜひぜひそうですねうんと今やっぱり VR 僕も E3 で、まあ、ちょっと短期間の開発ではあったんですけどもでも制作して出してみてその可能性っていうのはすごく実感してるんですね、うん、その一般的な感覚よりももうちょっと踏み込んだところで実現できそうな世界が ようやく見えてきたんですただこの段階で安易なものをバンバン作るとそこまでこれからのゲームの未来に対して貢献できる気があまりしてないんですね、うん、安易なものを作るとですよ、うん、で周平さんがせっかくいるんで言ってしまうと安易なものがいっぱい出てこないでほしいなって思ってるっていうことかな、うん、はいそうするとやっぱり ね、一旦そのみん皆が最初は新しいものなので、えー、といろいろと取り上げてくれるとは思うんですけれどもそれが本当の意味で多くのユーザーの人たちが楽しむ一般性を持つエンタメになるかというとちょっとわからないところがあるので、うん、そこに対するちょっと見解を聞きたいなと思ってます。うんはい、ど,どうですかが大好物はははい、はい、はい <laughs> <laughs> あのでですすねねチャルリ,アリティはです、ねうん、もうこれまで過去30年とかあの歴史のある家庭用ゲーム機の、はい、もう技術がいろいろ進化したでオンラインが入ったりなんだかんだってうん、うん、でも1個だけ変わってないところがあってそれはそのテレビの向こう側にゲームの世界があって、うん、でプレイヤーはそのテレビのこっち側で、うん、その離れた、うん。 外からゲームクリエイターはそれを一生懸命こう頭の中でプレイヤーさんがゲーム世界に浸っているようなその感じを出,す出させたいって一生懸命努力したんですけど、うん、VR の技術があるともういきなりプレイヤーさんは、うん。 目を開けるとね広橋さんもそうでしたけどはい拝見しましたねあっちに行ってましたって言ってましたよね、うん、私ね行ってましたもう脳がすごいいろいろ感じちゃって体が冷えたりとかいろんなことが起こりましたねあのディープっていうあのサメのやつをで割と広橋さんサメには驚かなかったですよねあれあのねあの反応は名作なんでぜひ <laughs> YouTube で皆さん見てください YouTube で広橋両って 検索するとそれが出てきます,いいす一番上で <laughs> なるほど素晴らしい<ー>なのでまあタワさんが言われるのはだから最初にこの VR の,このもうそこに入ってしまう感覚を使っていろんなものが出てくるとは思うんですけどその驚きがめっちゃ楽しいんですけど、うん、それをみんなが慣れて当たり前になった時にどうなんだとそっからさらにねあの 遊び込めるとか、はい、楽しい体験が作られているのかっていうところですよね。はい、まあ、それはこれから産んでいかなきゃいけないんだろうなと思いますけどね。はい、2> 第2段階を見据えてそうですね。うん、もうね。私はもう本当2年前にその psva 発表したんですけど、その前からもずっとかか。あの開発の方に関わってきて。 VR という新しいまあメディアが出て何年かしたらね、うん、こうすげえものが出る、うん、なんかスマホのゲーム市場とかフェイスブック上のソーシャルネットワーク上のゲーム市場でも最初じゃなくてちょっとしてからそうなったじゃないですか。うんうんはい で、VR もやっぱりそうなるかなと思ってたらですねものセデックでちょっとパネルディスカッションしたとき話した話なんですけど 2>, <laughs> 2年前ですようん、うん、もうハードの VR 元年マイナス2にいきなりあのバンナム原田さんがサマーレッスン作っちゃってでですねねもう驚愕でしたね私がだから VR の良さっていうのは自分がいないところに行けるっていうことも一つあるんですけど。 V. R. の世界の中のキャラクターの存在感っていうのが半端ないんですね。うん、そういや、あの、前回の後、広橋さんも体験されたんですよね。<laughs> そう、友達 <どう S 2> <う>です。ではい、体験しました。あのー。 私、ちょっと多分感覚がおかしいのかもしれないんですけど皆さんがドキドキするドキドキ感とは違くてサマーレスの女子高生の距離が近すぎていや近い近いみたぞとでもそれは自分のリアルな感覚がバスナルスペースに入りすぎみたいなあれはね、狙って作ってるんですよ原田さん、たまに。 っていうようなところをガッと掘り下げて作品にされてるのでまあ私はね楽観してますねもうすごいものが出てくるだろうとクリエーターを信じてます私は。 田さんんのに VR でなかちょっと FF15 で VR ってびっくりしたんですがありがとうございます E3 の直前に知ったんですよ、うん、そうですねまあいい機会いただいたので,でなんだろうあれこれ考えるよりも、うん、まあ今回はそのゲームの世界の中をライブ体験できるものをまず作ってみようそこから見えるものに その先で挑戦しようっていう,ふうに考えたんですねその方が FF らしいかなと思ってやっぱりユーザーさんの夢ですよね、うんはい、やっぱり FF のようなリッチな世界の中に、自分が入ったら、どんな感じがするんだろうっていう。ただ、やってみて、ここまでは作れるんだなっていうのが分かったので、そこまでのものがいっぱい出てくる前にもっと先を見せて作らなきゃいけないなって自分たち的には感じて、うん、周平さんがどう思ってるのかちょっと知りたかったっていう。うん、はい いやもうとにかく F F フィフティはねこうアニメ作ったり映画作ったりモバイルやったりちょっとねすごいですよ作りすぎ作りすぎですでも私映画はもう素晴らしいと思ったんでありがとうございましたのいやアニメはもう楽しいんですけどキャラクなんであれ住んでるとこみんな日本的なんですかあれはそういう設定なんですあもとその世界がそういう設定なんですそうなんですかはいはい日本的な世界なんです最初の国がですね、はいやそうなの 別に、でもいいじゃないですか。言いたいこと言ってくださいよ。いや、だって、学校の名前とか漢字でこう書いてあったので。標識とかもそうです。ええ、そう、いや、だから、あの、キングスクレイブはもう最初から英語でね。作られて、リップシンクで、で、日本で映画見た時に。あら、これ、あの、日本、え、海外の映画をこう、ね、日本の生産が当ててる。っていう感じだったのが。 あのブラザーフッドは日本の高校歌謡みたいなね、はい、<laughs> そうですねこれさっきだけど、あのー、西岡さんと大塩さんと今日、はいあのー、最初の、うん、だ最初のステージ第1部の時に言われてたんですけど、うん、えっと「King's Grave FF15 の世界観を表し、はい、ブラザーフッド FF15 のキャラクターを表している」って言われてたんですね僕はさすが メディアの方だなとすげえ感心しましたなのでキングスグレイブはもちろんあの世界観っていうのをちゃんと表してるんですけどより寄ったところでブラザーフットっていうのを用意したっていうようなイメージそうですねまあ細かい話ですね確かにキャラクターっていうのが好きになりますねそういう見るとねはいいい筋肉でしたもんねよかはいあの残念なんですけどそろそろお時間が来てしまってそうなんですあっという間でしたねなのであの 出演者の皆さんに最後に一言ずつ感想を伺っていきたいと思うんですがまずは田畑さんいかがでしたでしょうか今日一日ありがとうございますとんでもないです全部に素晴らしいイベントに呼んでいただいて本当ありがとうございます,す今日この年は本当にファイナルファンタジー15をあのフューチャーしていただいたことそのものに本当に感謝しております、うん、で皆さんもあのいろんなところからおそら,おそらくお越しいただいてることだと思いますし、えー、ニコ生も今日ずっと見てくれている人たちが多いということままあまあさっき聞いたので、うん、本当ありがたいなと思います まあ2か月延期してしまいましたけれどもその分あの皆さんを満足させますのでえとどうか11月29日を楽しみにお待ちくださいで8月3十日に「ですねキングスグレイブ」と「ジャスティス・モンスターズ5」配信されますのでぜひそちらで楽しみながらお待ちいただければと思いますすみません、最後宣伝で今日はありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs> 続いて吉田さん FF15 はですね私は FF の新作っていうのをもう超えてですね もう一つの新しいゲームとしてもうめちゃくちゃゃく楽しみですでそのこれまではです、ね、その体験版とかも遊んでオープンワールドでこうキャラクターが動き回るそのバトルとかそういうゲームのところがすごい楽しいなと思って期待してたんですけど「もうキングスグレーブレイブ」見た後はですは、ね、あなんだこいつら単にこう、ね、アメリカをこうくるみたいなとこ車で旅行してるだけじゃないんだと。<laughs> こうノクティスのねお父さんとかにものすごい話があってそれを背負った奴らがあえて明るいところも見せてんだっていうのが分かってですねそのストーリーとかそのキャラクターもものすごくもっと知りたくなりました。あ,ありがとうございますなんであの発売を楽しみにしてます <laughs> はい今日は吉田さんありがとうございましたありがとうございましたそして最後に編集長イベント全体の話ですねそしてこの企画もですけれども本当に。 とっても楽しくあのたみ見てる方もそう思ったと思うし、あの来場した方もそう思ってると思うんですけども、本当にいいイベントができました。ありがとうございました。本当に。はい、あ。まああの今後もこういうイベントをどんどん続けていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということでいよいよ本当に終了のお時間となりました。皆さん最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。えー、またこのような機会がありましたらぜひあのご一緒に楽しめればと思っております。その時まで。 バイバーイということで、皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。